阪神競馬場第11競走は神田ナイトステークス。阪神競馬場今日のメインレース11レースは神田ナイトステークス。芝コース1200m16頭、関西地多くのメンバーによりますハンディキャップ競走です。スタート地点は向正面の中ほど、ゴール前すでに明かりが通っています阪神競馬場です。続々と各馬が止まります。ダンガイドネストがゲートイン、シャンデリアムーブがゲートイン、そしてベトナムゲートエレナバウンティングも入りました。そしてファストコースも入ってリンゴアベです。4番ゲート、2番ゲートにミリオンゲートが出ました。ずっと入っていきますゴールデイリーです。ゲートイン最後は10番のキャプテンドリー、15番のキャプテンドリーが最後のゲートイン。